ナイトウィザードリプレイ幼年期の終わり幼年期の終わりはテーブルトーク RPG ナイトウィザードのリプレイ作品2005年に発売されたナイトウィザードのサプリメントロンギヌスに書き下ろし作品として掲載2010年にエターナルブレイブの題で続編にあたるナイトウィザードザ・セカンドエディションのリプレイ地球の長い午後と合わせて文庫化された全1話 セッション数で数えても、全1回のプレイ分のリプレイである。リプレイの執筆は、ゲームマスターでもある、田中信治が担当している。イラストは、石田博之が担当。サブタイトルは、ヒューマンシステム。星を継ぐものに続く、ナイトウィザードの書籍版サプリメント閉鎖リプレイ第2弾である。書籍版というサイズのメリットを活かして、1ラウンドごとの、 戦闘配置図をマップ付きで掲載しており、戦闘に関する描写は、文庫版のミコシリーズよりも、はるかに細かく理解しやすいものとなっているのが特徴でもある。ストーリーは、ナイト・ウィザードの世界観で最もわかりづらい存在と言われていた、最低者を前面に押し出したものであり、最低者を絡めたシナリオの実例としての役割もある。なお、菊池武以外が、 ゲームマスターと著者を務めた初のナイトウィザードリプレイでもある。タイトルの幼年期の終わりはアーサー・シー・クラークの SF 小説幼年期の終わりのパロディである。かつてロンギヌスの一員として活躍していた少年、ヤブサメ、イサム・シロー戦いに疲れて前線を退いた彼は同じウィザードでもある姉、ね、マミガイとナム喫茶店を手伝いながら 平穏な日々を送っていた。そんなある日、イサム・シローは、水族館で、エスと名乗る不思議な少女と出会い、言葉を交わす。それが、すべての始まりだった。その頃、絶滅者のエージェントであった、ウィザード・カシマ・ハルミは同僚たちに襲われていた。何でも自分に凍結指令が出たらしい。封印されるような覚えがないハルミは命からがら、絶滅者を脱走した。 頼れるところは、絶滅者の王子で、父の知り合いでもあった、マミしかいない。マミは、ハルミを快く受け入れる。ちょうどマミは、店を、メイド喫茶としてリニューアルしようとしていたところであり、ハルミは、うってつけの人材であった。ハルミの姿を見た、イサムシロウは驚愕する。それは、あの日に、水族館で出会ったエスと、そっくりだったからだ。しかし、ハルミは、イサムシロウとは、 初対面だという。数日後、マミは、絶滅者の傭兵ウィザードナイトメアから呼び出され、ハルミが持つ秘密を告げられる。だが、その会話は、イサム・シローの先輩であった、ロンギヌスのエージェントレイレイにすべて聞かれていた。レイレイは、世界の守護者、アンゼロットの命を受け、S の護衛を命じられていた。想像しくも平和に過ぎる日常。しかし、 ハルミの周りに絶滅者の追って、そして魔王の影が現れたとき、その日常は壊れ、ハルミ、そして S の謎が明らかになっていく。世界結界が作り出す常識を規定できる存在、最低者。それが、この二人が背負う秘密であったのだ。最低者の力を得るために動き出す裏会、魔王アイコールマイモニカ。 それに対抗しハルミを抹消しようとする無数のウィザードたち。世界の支配権をめぐって二つの陣営が争う中、当事者のハルミが取った決断は、プレイヤーによって操作するキャラクター。PC。名前の横に、ッコで記述されているのは、プレイヤー名である。キャラクタークラスについて、スラッシュで複数書かれている場合は、マルチクラスおよびクラスチェンジにより、 クラスを複数有していることを表す。キャラクタークラスの横のレベルは、そのリプレイ開始時のものである。属性についてはスラッシュを挟んで、左側が第1属性、右側が第2属性となる。キャラクタークラスの横のレベルは、リプレイ開始時のものである。GM が操作するキャラクター。NPC。ナイトウィザード・ザ・セカンド・エディションでは、ソースブックと呼ぶ。リプレイ。 シナリオ、ドラマ CD 付き書籍。くしくも、藤井を除くセッションメンバー4人のセッティングは、後の、アリアンロッドサが、リプレイデスマーチと同一であった。シナリオハンドアウトにおいて、GM は、PC3 に対し、クラス、夢使いの特殊能力、夢語りの取得を義務付けている。エンディングで命令に反して、はるみを守った理由を、アンゼロットに問われた際、レイレイは、 処理エラーと断言する一方で、実は、他ならぬ、アンゼロットによって、人間的な感情がプログラミングされたのではないかとの、可能性を示唆する発言をしている。星を継ぐものは、ナイトウィザードや、セブンイコールフォートレスのいくつかのリプレイを繋ぐタイガ物語、マジカル・オーフェアの一編でもある。マジカル・オーフェアの時間軸では 200X 年10月の、物語とされる。 この物語でのアイコールマーモニカの敗北が、ナイトウィザードという存在が魔王たちにとって厄介なものであるという認識を高めさせた。そのため魔王たちは、世界結界をただ壊すだけでなく、ウィザード社会を攻撃するような計画を練るようになってくる。今まで魔王たちの計画に、バータリー的に向かっていたウィザードたちだが、これから以降は、 魔王陣営 vs ウィザード陣営というマジカル、ウォーフェアの形式に飲み込まれていくことになる。ありがとうございます。